はい、冒険家の皆さん、こんにちは。前のビデオでは、実際の会話例を4つご紹介しましたね。このビデオでは、それを実際にどういうふうに聞かせて、大量のインプットにつなげるかということをご紹介してみたいと思います。まず最初は、特にタスクを与えないで、そのまま流して聞かせてみましょう。1番から4番まで、会話例がありますから、それを続けて聞かせるわけですね。で、2番目のビデオですね。2番目のビデオからはタスクを与えて聞かせてみましょう。まず最初は、客が買ったか買わなかったかに注目して聞かせます。この下の方にありますけど、こういう、記入欄を作って、買ったら丸、買わなかったら×などのようにしておくといいと思います。で、もし仮にですね、ひらがなが問題なく書けるレベルだったら、もちろんこのようにですね、はいとかいいえとか、書いてもらってもいいと思います。ただですね、そのコースの目的に日本語を書くことが含まれていない場合はですね、聞き取れていても日本語が書けないからここに記入できないっていう、そういうこともよくありますので、ご注意ください。実際にやるときは1番から4番を続けて聞かせて、この4番だけ、地図を買っていないということが分かればいいと思います。はい、3回目の聞かせ方ですけど、3回目はですね、その店がクレジットカードを使えるかどうかに注目して聞かせてみましょう。英語圏とか、あるいは英語じゃなくても媒介語があるときはですね、こういうふうにその媒介語でイエスとかノーとか、聞かせるといいと思いますね。今回の例文で言うと、会話の2番目のところ、このお店でクレジットカードが使えるということを確認するといいと思います。次は4番目ですね。4番目の、会話例、最後になりますけど、これは、客が現金を使ったかどうか、それに注目して聞かせてみましょう。1番から4番を続けて聞かせて、会話例の、あ、ちょっと待ってくださいね。会話例の、あ、すみません。1と3で、現金を使った、ということを確認するといいと思います。はい、このビデオちょっと短かったですが、これで、実際のインプットの、方法ですね。4つの、会話例を4回聞かせて大量にインプットにつなげるということです。はい、次のビデオでは、実際の、今度はアウトプットの方ですね。アウトプットの方法についてお話ししたいと思います。それでは私からはこのビデオは以上です。失礼します。